レギュラーを降板させられたって聞いたから、 FSC の意向で。降板は僕のせいだ。僕の父親は大阪総司、 FSC ファイブスターカンパニーグループの会長なんだ。マジか。いいとこの出だとは思ってたけど、まさかそこまでとは。すげえ金持ちじゃんか。でもなんでそれが降板の理由？父ちゃんなら応援してくれるだろう。事情があって音楽活動は反対されていたんです。僕も会社を継ぐつもりでいた。だけど心のどこかでどうしても音楽を捨てきれなくて、その時社長にスカウトされたんだ。両親に相談したけれど当然もう反対されて、成功するわけがない、成功したとしても続けさせるものかって。でも諦めきれなかった。それで僕は大学を辞めてこの事務所に入ったんだ。その時に感動されているから親子の縁はもう切れているんだけどね。じゃあ家族を捨てたって。うん、そういうことなんだ。なんで音楽やりたかったんだ？僕の叔父がミュージシャンだったんだ。あまり売れていなかったけれど楽しそうにバンドの話をしてくれた。僕に歌を教えてくれたり、叔父も叔父の音楽も好きだった。だけど叔父も音楽活動を反対されていて、親族からも疎遠にされて、体を壊して亡くなってしまった。そうだったのか。叔父のお葬式でみんながほらやっぱりって言っているのがとても辛かった。ほらやっぱり、音楽なんて保証のないものに夢中になったからこうなった。ほらやっぱり、おかしな夢を追いかけないで堅実に生きていれば幸せだった。そんなことないって言いたかった。そんなことない。叔父は幸せだった。叔父は素敵な人生を送っていた。大声でみんなにそう言いたくて、この世界に飛び込んだんだ。あんた、やっと自分のこと話してくれた。心機臭い話だから聞きたくないかなと思って。ノー、感動しました。おじさんも相互も間違っていません。
ミュージック、ダンス。それは人を幸せにする魔法です。とても素敵で美しいもの。おじさんの気持ち、相互受け継いでいます。心温まる優しいストーリーです。マギ君、ありがとう。だけど、僕がここにいる限り、同じようなことが起きるかもしれない。グループ会社はいくつもあって、テレビやネットや新聞、雑誌のスポンサーになって、スポンサーの一声で降板させられてしまうようなら、僕は大丈夫だって。父ちゃんの力が及ばないくらい、俺たちが人気者になればいいんだ。伝説のアイドルゼロ、知ってるだろう？日本中が夢中になったスーパースター。ゼロのコンサートを中止させることなんて、きっと総理大臣にも大統領にも、地球上の誰にもできなかった。そのくらいのスターになればいい。もっともっと全部吹き飛ばすくらい、俺たちが大きくなればいい。そうですよ。私の読みでは、レギュラー番組のオファーはこれからも後を絶ちません。全てに対応するのはいくら FSC でも難しいでしょう。美月さん、伊織くん、心配しないでください。いつか相互さんのお父さんも相互さんのことを認めてくれますよ。亡くなった相互さんのおじさんのことも。僕はここにいてもいいのかな。聞かなくても別れっつの。ヤマトさん、そう、今日はゆっくり休め。明日からまた一緒に頑張ろうぜ。ありがとう、みんな。